どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしてアイオツです。大原です。そしてどうもトーソルです。そしてそしてボンジュール、ボンジュールだ、どうもでーす。今日ボンさんが滑ったみたいになってる。やめて、なんかだんだんテンション高くなるみたいな感じだったじゃん今。モッツァレラゲーム。そう。今日清原島にドズボンさんいらっしゃっております。ありがとうございます。よろしくお願いします。初登場、初登場。いやね、僕らのねチャンネル見てくれてる方はもうドズボンさんお二人知ってると思いますけど、横がもういつもねちょっとお世話になってるドズボンさんの島ということで。はい、あれヒカキンさん島です。はい。今日はですね、この4人でちょっとわちゃわちゃ一つの建物を全員で作ろうよ会でございます。よろしくお願いします。おー、いいですね。素晴らしい。でね、あの僕ら村人の家がないんですよ今のところ。あー、なるほど。あー、本当だ。その村人のね家をちょっと作っていこうかなっていう感じですね今日は。 OK です。なるほどですね。村人はどこにいるんですか？いや、村人はいないんで。あ、じゃあお返ししましょうか。村人、あ、村人、僕たちの村人あげますよ全然。あれ、本当ですか？あそこにね、ほら、あそこの離島に僕たちの、はい、あれ、ニートって言うんですけど、ニート、はい、あのニートに、あのニートになった村人たちがたくさんいるんで、はい、あそこから職業はついてますよ。職業はついてるやん。あ、もうリタイア、リタイアしたから。いや、リタイア、リタイア、老後、老後なんだよ。老後してるんだよ。はい。え、じゃあまた今度ね、村人いただきつつ、はい、その村人が暮らす施設を今日は作っていこうかなと。いえいえ。あ、よろしくお願いします。でね、役割分担したいんですよ、僕ら。あ、それ大事。めっちゃいいこと言う。やっぱ、ドズルさんとボンさん、はい、やっぱ建築はやっぱ大原にちょっとね、こう、まあそうですね。いや、あ、わかりました。で、じゃあボンさんとドズルさんには、はい、ちょ内装をお願いしたいなって。あ、内装ね、内装ね、内装ね。ボンさん、畑作んないでくださいよ、また大丈夫だって。ボンさん、絶対やダメよ。あ、分かった、畑畑作んないから。畑、内装畑じゃないからね。分かってる、分かってる。畑はそうだね、中にはいらないよね。人戦争が。オッケー、分かりました。畑は作りません。ということで、作っていきたいと思います。よろしくお願いします。え、皆さん、資材あります？資材何で作ります？ちょ、麺、棟梁大原麺。あー、木材が好ましいっていう感じはしますけどね。僕ら木材なんですよ、うん、多くなんですよね、貴重としてるのが。え、ちょっとテーマ決めてくださいよ、キヨキヨさん。建築のテーマ。テーマは、うん、テーマは僕らの村は、うん、原木と多くなんですよ、基本的に。あー、こうおしゃれなね。そうなんですよね。おしゃれ感、おしゃれ感、じゃあ僕たちも出していけばいいですか？はい、オッケー。おしゃれ感ね、おしゃれ感ね。じゃあボンさん真面目にやってくださいよ。ちょっと当たり前じゃん。人のチャンネルだからね。建築でしょ。建築は真面目にやります僕は。いやでもね、ボンさんね、意外とね、建築センス上がってきてるんですよマジで。あれ、いやいやいや、ほんとほんと、そんな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 、お褒めなさんな。で、あの原木がですね、ないんですよこの家には。原木ないけ、ただ、はい、庭にめっちゃ植わってるんで、庭にめちゃくちゃ植わってます原木が。あ、OK です。じゃあもうガンガン切って、切っていきますよ。ガンガン、ぼちぼち揃ったんで作ってきますか。あれ、はい、大原、ん、海に、あー、海につなげる。え、海につなげる、うん、だからちょっと足場として使っちゃおうかなっていう。うわ、おしゃれ、おしゃれやな、おしゃれ、おしゃれだな、やっぱり。すぐ利用するね、血の利用、血の利益を。ほん、すぐもう、あんたね、戦国時代ならとんでもねえ軍師になってる。キングダムや、キングダム。簡単な足場だけ組ませていただいて。オッケー、オッケー。もうその上に家を建てましょう。作業台便利だなこれ。意外と前向き、前向き。あ、すげえ、もうできてる。やば。もう早い。え、僕たちだってこれ作るのに相当時間かかりますよ。いや。大原麺これね、一人じゃないんじゃないっていうぐらい早いですよ。練習してるでしょ。練習してる。いい、いい。練習、練習。練習。もう最初に自分で作ってから。確かに。クリエイティブモードで作ってきてるな、これは。早すぎるもん。よし、土台完成したんで。いや、いい。え、すでにいい。すでにいい。もう完成でもいいぐらいある。いやいやいや、さすがに。何もしてないよ、俺たち。
俺たち何もしてない今。今回あれよね、村人の家よね。そうです、そうです。村人の家のテーマ。はい、OK です。OK です。村人の家ってやっぱあれが欲しいな。うわ、ガラス欲しい。どっかにあるんじゃない？あ、じゃあガラス持ってきますよ。あ、ガラスあります？はい、ガラスちょっとドズドン島からプレゼントしますわ。ね、ありがとうございます。いやいや全然全然ガラス中なんですよ。ガラス中、ガラスとかも砂だから元はね、元は元はね。お、ここに植えた原木大活躍してるねえ、大原ね、ねねえ、ここ絶対生えないだろうと思って植えたら大原さ、骨組み作ってさ、俺外装やるわ、外装。おお、デコボコ担当、デコボコ担当。わかった。あれ、ボンさんどうしたんすか今ね。イメージイメージイメージ妄想してんね。室内のイメージをね、膨らませて。いや正直もうね、はい、すげえのできるから期待してて。あ、本当そんなハードル上げて大丈夫ボンさん本当に。そっか、まずあれか、僕らのね箱ができないとドズモンさん何もできないですよね。いやでも僕たち今妄想してるんで大丈夫です、うん、準備もうね、はい、イメトリは完璧はい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 、これがもう土台ね、これが土台。もうすげえ。ささっと早いね、敵が早い。マジで早い。僕たちの僕たちだってこれでもう動画終わっちゃいますよ、ね。終わってる終わってるね。マジで。でしかも30分経ってるよ。そうそうそう。でしばらくこのまま。次完成とかじゃなくて。確かに。いやマジで早い。びっくりしてる僕。大原最強なんですよ。面の速さがやば。焚き火ってどうやって作るんだっけ？申し訳ないんですけども。焚き火どうやって作るんだっけ？焚き火ね、石炭と石炭か木炭でもいい。石炭、木炭と木の棒と木。 OK、ありがとう。すでにおしゃれだもんな、すでに早いまだ。いやめっちゃおしゃれもいいねいいねえ、なんか石使いたいな。ちょっとここ石にしていい？足のこの一番下任せるわ。よし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 。え、どうしようかな、凹凸。あ、ここも全部ちょっと石にしよう。石にしない方がいいかなまあ、ちょっと一回やってみていいよ。でもトライアンドエラーでしょ、トライアンドエラー一回やってみて。なんかちょっと不格好かな。休業さんのセンスが今問われてるな。いや、うわ、すげえ、もうできてんじゃん。すげえ。あ、俺、いや、これ、いや、俺いいと思う。俺も全部石にしちゃうよ、なんなら。お、まあ、ちょっと待ってて、本当に待って。芸術はさ、できてからが完成だから。いや、本当に休業さんね、キョウキョウさん、すげえ口回ってんだけどね。手は動かしてる口だけ、うん、うろうろしてるの僕じゃないですか、いつもいつもの僕やん。いやでもドズボンの場合は二人ともそれだから、二人ともそれだから何も進まないの、ね、すごい。これであと屋根をつければ外装は一旦屋根つけても一旦完成。すげえすげえ、早い。キョウキョウさん、なかなかいいっすよ。あ、いいいい、すげえ、うん、いいですよね、足、うん、いい感じ、足石が、頭、足石。ここの塀がなんかこれと被っちゃってるから、あ、でもいい感じだな。よし、なんか海の家感ある。ちょっと敷地オーバーしちゃってますけどね、ちょっと。あ、敷地ってこれ、はみ出てるってことですか？そうです。いや、もう全然 OK です、全然 OK です。あ、全然 OK です怒られたらドズボンがやったって言っときましょう別に俺たちならいいわけじゃないから、ね、そうですね、別にはいはいはい。やば、おラーメン、ガラスある？あ、ガラスね、ラス持ってきました。ちょいガラスだけちょっと、はい、ガラスください。もうガラス大好きなんですよ。ガラス大好きなんですか？ちょい、はい、これぐらいしかないですけど大丈夫ですか？ありがとうございます。少なめ、たるに。全部ガラスにしたい。全部ガラスにしたい。全部ガラスにしたい。大丈夫。凹凸つけよう。どうしようかな。よし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 。わあ、すげえ。俺石職人になっちゃいました。ちょっと。石職人。石の大事さに見てください、どうぞさん。ああ、いいね。よくないですかこの感じ。まあちょっとね、柱が多い気がするけど。もっとも。どうすか、わら、もうほぼほぼ完成じゃない。うわー、いる、つけ終わった。なんかいらん人いる。ゾンビ、海ゾンビみたいな海ゾンビ危ない。いる海ゾンビ。で、下にバチコリ。あれすごい、ボンさんなんか作ってる。かっちょいいな。お、ボンさんついに。あれ、これ外装壁はない感じ？あ、壁ある感じ。壁なしでいきます。すげえ、なんか
ないならないでいいかも。確かにないならないでありですね。海の家かも。海の家、うん、やばやば、俺石のスキル上がってきた、マジで。マジで石の日やん。大原見てみ。え、石の日ってそんな上がってない。石の日ってな、石の日。そんなまあでも、あ、いいね、いいですよね。いいね、いいけど、石のスキル上がってきたっつって見て、バン反応取りづらい。でも色変え大事ですからね、僕は。まあまあ、って言うて11月ですから僕。え、あ、確かに始めたのかね。僕の11月で、あれももうでも言うてももう5ヶ月あっという間よ。早い、半年かも。え、ドズボンさんって いつからやってましたっけ。僕たちは去年の6月とか。そんなもんか、最初のやつは。うん、すごっ。大原、それ2回ってこと。まあなんか窓的な、手窓みたいな。やべえな。あ、すごい、2階ができ、2階っていうか地下1階みたいな。僕ね、ちょっとね、これ完成してからのお楽しみで。あれ、じゃあ見ない方がいいですか。見ない方がいいですか。あ、いやいや、ちょっとこれチラ見で、チラ見でお願いします。チラ見。歴が違いますよ、歴が。マジ、僕とボンさん、マジまだまだなんで。やばい、もうすぐ夜が来ます、皆さん。夜来ますね。1回寝ましょうか。寝ましょう、寝ましょう。あ、せっかくなんで、ここの家にベッド引いて寝ましょうよ。あれ、タルどこ行ったの。ボンさん何してるんですか。え、建築って、建築。あ、現地があるんだ。なるちゃんと建築してる。当たり前じゃん。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。僕、江尾原、なんか俺することあるから、結構なんかいい感じにシンプルにさ、収まったくね。壁。あ、でも、いや、壁はないみたいなこともあったりするじゃん。その、いや、違う、これは、違う、ふわっとしてんな、ね、その、サボってるんじゃなくて、こう、あえてないみたいな。どうしよう、これ、これ作業台、ここどう道つなげようかな。作業台ちょっとここ、ちょっと壊していいですか。いや、もちろん。ちょっとマジ、僕たちが作ったやつは基本壊してダメなのないんで。壊してくれた方が気が楽になるわ。あ、でもそっか、ここ水になっちゃうんすね。あ、そう、ここは出島だから、あれ埋め立て地なんですよ。埋め立て地か。新都心なんで、はい。あっていうか、聞いてください。キューキューハウス、はい、あんま大きい声で言えないんですけど、うん、初めての壁ドンされてしまったんですよ。え、マジ。いやー、ちょっとね、どうしたらいいですか。え、ドズルさん、ドズモンさんのスタジオ大丈夫ですか。わかんないですけど、どれぐらい聞こえてるもんなんですかね。あー、確かに。いや、本当に初めもうそれ、はい、もうちょっと動画上ではカットしたんですけど、さすがにちょっとなんか、はい、なんか僕も喋んなくなっちゃったんで、その瞬間から。ですよね、ですよ。こう、しかも大人な壁となったんですよ。バン。なんていうか、そのダンダンダンじゃなくて、コン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 みたいな、そう。コンコンコン。もうメンタルがえぐられちゃって、そこで。いや、確かに、あの家で壁ドンされるイメージが。いや、そうっすよね。なるほど。いや、でもやりづらくなりますよね。僕も今ここを撮ってるスタジオだと。はい、もう無限でいいよって言われてるんですよ、大家さんに。あ、そうなんですね。しかもここもう大家さんしか住んでないんで。はいはいはい。上に大家さん住んでるんですけど、もう無限にいいよって言われてて。うわ、マジっすか。でも家だとやっぱすぐこう筒抜けなんで、木造だし。なるほどなるほど。だからちょっとやっぱもう夜は撮れないですね。あ、やっぱそうなるんですね。10時以降は撮らないようにしてますね。いや、でもそれも YouTuber の 宿命ですよね。宿命ですよね、うん、正直。え、めちゃくちゃこう完成に近づいてる。なんすか、ここのここの小麦。あ、ちょ、ボンさん、これなんすか。え、あ、でも、え、どういうこと。最終的に分かりますから。本当に。あ、なるほど、芸術。これ解けるの、この問題。解けます、解けます、解けます。この問題解ける。解けます、解けます。楽しみに待っとこう。いろんな問題を解決しようとしてるんです、僕、これ。そんな、うん、ちっちゃいスペースで。これで。え、なんすか、これ。結構地下に潜ってましたよね。え、地下もあんの。いや、なんか地下っていうか、なんか水中に潜ってボンさん結構作業されてた。すごい、楽しみ。
ウキオケさん、僕のこれ見てくださいよ。え、どれですか。こちらあのベッドの頭の方に、はいはい、下が抜けるガラスになってるんですけど、はいはいはい、魚が見えるんですよ。本当だ。あ、いるいるいる。ほら、熱帯魚。すごいおしゃれ。すごい。床下水族館。やば、おしゃれ。え、そういうの全く発想なかったんですか。床下水族館いいでしょ。ほら、負けてらんないよ、僕らも。そんな大したことないけど。住人どれぐらい住まわせます、ベッドの数。あ、でもまあ、でも見た目も大事なんで、これでマックス7ですもんね。これ今7人部屋ですね。7人部屋ぐらい、これにしますか、これぐらいにしますか。これぐらいな気しますけどね。いい感じ。これめちゃくちゃいいですね。ドズニキズトラップドア、こう大原面に教えてもらった、とりあえずトラップドアを使うというなんとかなるやつね。そう。おー、すごいいい。いいでしょ、これめっちゃいいですね。ドズニキズベッド、いや、めちゃくちゃいい。めっちゃいいですね、これ。なんか海ともこれもマッチする。うん、あ、確かに足ない方がいいですね、これ。なんかこう、仲良し感出ますよ。はい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 。なんか、病院みたいになっちゃいますよ、足ついて。確かに、固定される感が。ボンさん、どうですか、調子は。いや、もう完成ですね。え、完成。どうなってるんですか、これは。こうして、なんだ、仕上げますから、待って待って待って。え、こっから仕上がるんですか。仕上げますよ、いきますよ。はい、お願いします。あー、逃げた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 。これ逃げんの、これ。逃げるな、これ。これ逃げんの、これ。やっちまった、ボンさん。鶏小屋なんだ。鶏小屋か。鶏小屋。逃げる、全然逃げる、全然逃げる。これ逃げんの、鶏。やっぱ高く、ちょっと高くこうしてます。ちょ、もうちょい高くしますか。高くして、ごめん高くします、逃げると思わんかったっす。あああごめんなさい、ちょうど建築中でした。ドッキリじゃないから、ね、建築中。ドッキリじゃないから、別に。建築中でございました。多くのフェンスをちょっと作って、ちょっとさね、ボンさん、ちょっと待ってくださいね。これで、ああいいですね、いいですね。じゃあじゃあ、ででよ。はい、でやっとここで OK。 うおー、ああ逃げ出した、逃げ出した、逃げ出した。 OK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 。 いや、めちゃくちゃ、あ、痛い痛い痛い。あお前、僕とニワトリさんが入ってしまいました。また入ってしまいました。閉じ込められた。また閉じ込め。ニワトリ、こっちから。ニワトリさん、このワールドニワトリやれないから、ちょっとそうっすね。ちょ助けてあげて、こいつ。こいつダメでしょ。こいつちょっとやばいっす。これボンさん、ちょっと責任持って助けてあげないと。上がってこい、上がってこい、上がってこい。こいこいこい。ニワトリさん、ニワトリさんのこの意志がここに痛いっていう意志があるな。寄ってこないのか。痛い意志ありますね。結構意志ある。あの絶対動かない。おー、来た。だからもう一回落ちる可能性ある。めっちゃ堅牢なニワトリ小屋になりましたね、ボンさん。バン。これって1番、これなら大丈夫。え、堅牢すぎん、これ。ねえ。じゃあこうね。あー、いいね、いいですね。あ、これペット兼食料みたいな。いや、違いますよ。ペットこのワールドではこれ食料しちゃダメっすよ、ね、当たり前じゃないですか。当たり前、絶対食べちゃダメだからね、みんなね。そうよね。わかりました、わかりました。これで、でもこっち出ちゃう可能性ありますよね、こっちにも。出るね、飛びそう。飛ぶな、逃げる。あ、でもフェンスゲートだった。フェンスゲートはセーフ。いや、ギリ。出た。飛ぶわ、彼ら。飛びますね。入れなくなる。入れなくなるだけでしょ。ただの牢屋で草。牢屋。ここ越えてこないんだ。あれはいいんじゃないですか、これ。いいっすね。あれ、ここの真ん中のは何なんですか、これ。ちょ、清潔さん、気をつけてください、これ。危なくないっすか、何これ。ちょっと。あれだ、次の家って、だいたい照明の代わりにマグマ使うんですよ。おー、聞いたことないよ。なそんな海の上。おしゃれだけど。これ麺、これ、燃え移らないかね、はい、大丈夫ですかね。あー、なんか確かに、ちょっと怖い。斜めには大丈夫か、これ。いや、でも予想だと、うん、はい、燃え移るかなっていう。斜めいっちゃう。それは
え、でも現時点で大丈夫そうだからうん、そうですよね。大丈夫ですかね。燃え移るんだったらもう燃え移ってますね。燃え移ってそうっすよね。うん、おお、めっちゃおしゃれ。てか早作んの。あ、のれんだ。のれんが、いいね。すげえ、やば、え、やば、完成しました。完成。いや、素晴らしい。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、すごっ。いい感じもできましたね。うん、本当にちょっとね、ダラダラみたいですけど、キヨキヨさんの石の柱のね、うん主張が激しいもん。石の柱の主張も激しいし僕の真ん中の照明も結構ね、いや、これかなり攻め気の照明ですよこれベッドもいい感じでしょ。いや、本当にこのね、頭がいい、うん、頭の付近がいい。いや、いいね、家だね、これ。これ、風通しもいいし、うん、うん、カズさん、どぎも抜くよ、多分ということで、今日はですね、ちょ、皆さん、こっち見てください、こっち、はい、こっち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 。ということでね、今日はね、ドズボンさんと、清原で一緒にね、建築しましたけど、まあ、このカズさんワールドでの動画でもね、今後も、ちょっとここ、村人ハウスとかで、使っていこうと思うんでね、ぜひともちょっとこの家の活躍楽しみにしておいてください。そして今日ですね、コラボさせていただいた、ドズボンさん、YouTube で、ドズボンさんの YouTube チャンネルでもね、今回今日あら、あ、二人どうしたんですかお相撲さん、お相撲さん、コラボさせていただいてるんでね、ぜひともそちらの動画も、見ていただければなと思います。そして動画の説明欄にはね、ドズルさんのチャンネルリンク、そして大原のチャンネルリンクもありますんで、まだね、見てない動画ある方はぜひもチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。